パパゴ。パパゴ、パパゴ、ポップゴとは、アメリカインディアン部族の一つ。アメリカ合衆国南西から、メキシコ北西にかけて広がるそのラ砂漠が、元来の生活地。パパゴの由来は、パパ、マメ、オーダム、人々で、マメの人々という意味を根気したドールが採用したもの。そのため、パパゴの多くはこれを拒絶し、代わりに、タホノオイコールオーダム、ドホノオオーダム、 砂漠の民という事象が用いられることが次第に増えてきている。言語は、ユトアステカ語族のパパゴ語,語、別名ピマ語、オーダム語。パパゴに、言語的文化的に近縁で、起源を同じくする民族集団として、ピマ族がある。アキメルオーダム、川の民とも呼ばれる。この民族は、フェニックスのすぐ、南、平川下流域に居住する。 これら両民族の祖先は1400年代にアリゾナ州南部の河川峡国で生活し、現在では絶滅してしまったソバイプリであることが判明している。戦死時代のこの地域には大規模な灌溉設備やカサグランデに代表される建築物を残したホホカムと呼ばれる民族が居住していた。しかし、パパゴの系統をこのホホカムに遡ることができるかどうかは年前に 南方から移住してきたとする説もあり、立証は難しい。歴史的に見て1600年代から、パパゴとピマはアパッチと対立関係にあった。この状態は20世紀初頭に白人がこの地域で大きな力を握り、両民族が共通の敵のために手を結ぶようになるまで継続す。事実、パパゴ語で敵を表す語はアパッチに対する古い呼び名であるオビーなのだ。 しかし一方で彼らが1600年代までは共存し、公益、婚姻関係にあったことは多くの点から明らかにされている。パパゴの音楽と舞踊は声を発しないまま行われるパイプセレモニーとも盛大に取り行われるパウアウとも異なり、他の民族に見られるような注意喚起のための儀式や設備を書く。歌には木製のヤスリや裏返しにしたバスケットで伴奏が、 つくが、これらの楽器の音色には、反響がなく、砂漠の大地に吸い込まれていくようだと形容される。そしてスキップとシャッフルを中心とした、裸足での踊りが乾いた伝質の土の上でなされる。舞い上がる土ぼこりは大気を目覚めさせ、雨雲を生むと信じられているのだ。トゥーソン近郊のサンゼ勢ビア保留地には、砂漠の白鳩と称されるセイザビエル伝道協会がある。 この教会は1700年にイエズス会修道士で探検家のエウセビオキノによって建立された。現在の建物は1783年から1797年にかけてパパゴの人々とフランシスコ会の修道士によって建てられたものである。当時スペイン植民地の北部辺境であった、この地域には多くの教会が作られた。この教会もその一つであり、サンゼビア保留地を 観光名所たらしめている。この地域に存在する教会を見る限り、砂漠の住民がコンキスタドールのもたらしたカトリックを平和裏に授与したように見える。しかし実際はそうではなかった。パパゴの村々は変化を拒み、数百年にわたり抵抗を続けていた。特に1660年代と1750年代の反乱は1680年に起こったプエブロの 反乱に危険する規模のものである。武装した反乱軍はピメリアアルタ北部ピマ領へのスペイン軍の侵入を退けピメリアバハつまり、南方への撤退を余儀なくさせた。現在でも彼らの監修、伝統文化が何世代をも乗り越えて残っているのはそのためである。アングロサクソン系の白人がアリゾナ巡州、当時に流入すると伝統は徐々に抑圧されていった。 インディアン寄宿学校や面課農園、そして連邦政府のインディアン同化政策が決託して、インディアンのアメリカ合衆国への同化を促進した。1930年代に設けられた現在のインディアン自治政府も産業界、選挙師、連邦政府の影響が根本に存在する。これらの同化政策の終極的目標はインディアンを真のアメリカ人とすることだったが、 寄宿学校ではインディアンを移民労働者、または家政婦のような職業へと送り込むことに主眼が置かれた。実のところ、表向きには同化が唱えられたが、それは社会への完全な参画を意味するものではない。階層社会としての合衆国の経済的指導者ではなくより底辺の労働者階層に人材を供給する子が寄宿学校の目標として想定されたのだ。パパゴは、 数百年にわたって変化への圧力を跳ねのけ、二十一世紀の現在にあっても伝統を維持しパパゴ語を保存してきた。しかし近年のアメリカ文化の流星には抗いきれず、徐々に伝統を失いつつあるが実情である。パパゴの人口はおよそ二万五千人で、徒歩のオーダムネーションを構成している。ネーションの統治組織として、評議会及び議長職がある。 彼らは成人の有権者による投票で選出されるが、個々人の票がそれぞれ同じ重みを持っているわけではない。パパゴナイの共同体や家族には、代償様々なものがあり、少数者の意見も多数のそれと同様に尊重するため、投票結果は一定の複雑な公式に基づいて、再解釈され、選挙結果に反映されている。現在の議長は、ネットノリスジュニア、 堀内内では10年ほど前から3カ所のデザートダイヤモンドカジノが営業し、ネーションの収入の大半はこれらのカジノに由来するものである。カジノからの収入により現在までにパパゴは堀内内に初の消防署を得た。しかし、運輸、人材、教育、科学技術のようなインフラストラクチャーの整備にはさらなる多額の投資が必要で、住宅や救急サービス、医療、 教育といった広範な社会政策を求める声に応えるまでには至っていない。これらの社会資本不足に加え、さらにネーション自体の隔絶性が経済発展を阻害する要因のと、つとなっている。およそ2年ごとにインディアン政府はカジノの余剰利益をパパゴの成人すべてに分配している。分配額は過去の例では一人2000ドルであった。加えて、各構成員は、 満十八歳に達するとザズオと呼ばれる現金供与を受けることができる。過去には千ドル、サウザンドダラーズを受けられたことに由来する。この供与は現在に千ドルに増され、アメリカ合衆国が過去にパパゴと交わした条約上の履行義務に従って合衆国政府から現在でも提供されている。ネーションのすぐ南はメキシコ国境でそれに関連して多くの問題が発生し、 インディアン政府に過分の負担を敷いている。規制物品の密輸に携わる業者は重武装し、時には無茶とも思える抵抗に走る。彼らを早期に発見するため、パパゴの国境警備隊が昼夜を問わず、無線に聞き耳を立てている。さらに数千人が密輸入に限らず農園での仕事も求めて、国境地帯でいる、そのら砂漠を越えようとする。 彼らは脱水症状になったり移動が立ち行かなくなるとネーションの警察に緊急援助を求め現場では国境警備隊の救急隊とインディアン政府の救命士が連絡を取りい協力して対処に当たるその結果ネーション及びアリゾナ州では国境警備とそれに関連した緊急援助のための法律制定に多くの労力を注ぐ羽目に陥っているのだ 州知事のジャネット・ナポリターの及びネーションの指導者は、連邦政府に対し、これらの緊急対処に関連した費用を返金するよう求めており、特にネーションの乗りスぎ長は、召喚制度がパパゴ大きな助けになると主張している。健康面の問題も深刻である。1960年代からパパゴの間で肥満と、さらには、二型糖尿病が広く見られるようになった。 成人のうち5割から7割強が糖尿病を罹患しているとされ、3人に1人は定期的な医療ケアを必要とする状態にある。この問題について、連邦政府の医療プログラムは全住民への解決をもたらしてはいない。パパ語のある者は肥満と糖尿病をコントロールするため、再び伝統的な食事を取り遊戯に供ずるようになった。この肥満に関しては、 部族独自の遺伝的な要因も強いという研究結果も出ている。問題はこれだけではない。アルコールや薬物の乱用も随所に見られ、本人だけでなく、家族や共同体にも苦悩をもたらしている。2001年時点で、パパ5男性の平均寿命は52歳である。パパ5の文化資源、中でも言語は抑圧され、失われつつある。しかしより悲惨な状況にある。 他のインディアン部族の多くからすれば、まだ健在を保っている方だろう。さらにバスケット作りや民族語、砂漠の食物、遊戯といった伝統文化の再活性化が1990年頃から勢いを得た。長老ダニー・ロペスト・ NPO のとか、ドホの王、オダム・コミューナ対アクションが先頭に立って、これらの運動を指揮したのである。毎年2月には、ネーションの首都でセルズ・ロデオと、 パレードが模様され、毎年行われてきたロデオは70年目を超えた。視覚美術においても、伝統的なパパゴの生活と風景を描く作家が、広く認知されてきている。例えばハード美術館で展覧会を開いたほか、アリゾナハイウェイズ市やアリゾナ大学の広報誌の表紙に、作を提供したマイケル・チアゴ、さらには、トゥーソンの作家バード、ベーラーの作品に絵を入れ、 ネーションの建物の壁画を担当した、レナード・チャナがある。国立アメリカインディアン博物館、前の設立時の展示には、パパゴが代表して選ばれ、ロペス長老はそれに賛辞を送った。生涯にわたり、砂漠の民の生活様式を支えた業績を称え、2004年には、ハード美術館発の遺産賞が、ロペス長老に贈られている。2006年に、 カリフォルニア州カバザンで起こったエスペランサの山火事では5人の森林管理官が命を落とした。その際に消防士は彼らの家族を探し部族の構成員であるフランクリオスの記録を押すようにした。彼は1967年10月に同じ地域の原野で亡くなったが彼についての話が残ることで家族も尽くしたものや失ったものについて適切な理解を得られるように さらには、彼の名前が、アメリカ殉職消防士遺霊碑や、カリフォルニア殉職消防士遺霊碑に乗るように、消防士の代わりに、家族へと祖像が送られるようにしたのである。現在、2万5千人を数える、パパゴの住民のうち、その多くは、アリゾナ州の南部に居住する。しかし一方で、メキシコソノラ州にも数千人が暮らしている。カナダとの国境線上で分断されたインディアンとは、 違い、1853年のガズデン購入の際に国境線が確定して以降、パパゴは米国の二重市民権を与えられていない。しかし、パパゴは国境線を思うままに通過できた。労働や宗教行事への参加、セルズでの医療行為、そして親族の訪問といった目的で両国往来し、アメリカ合衆国政府もこれを黙認していたのある。 そのラシュマグダレナではなぜか足ジのフランチェスコの期日である10月初めにイエズス会の聖フランシスコザビエルの祭典が,典が催されるが現在でもこの日には多くの住民が国境を越えてマグダレナを訪れているしかし1980年代中頃から国境警備が強化され住民の移動が制限されるようになったメキシコ生まれであったりアメリカ合衆国の出生 または居住の証明書類を持たない住民はメキシコ側に取り残された。彼らはわずかに数十キロの距離にある自民族の町に出ることさえできなくなったのである。この一民族に国家という状況を打開するため、2001年からパパゴとして登録された住民にアメカ市民権を提供する法案が何度も会員に提出された。しかし2007年現在、 この試みは成功していない。保留地内の出生記録は大部分が非公式のものであること、これらが容易に捏造されうるものであること、といった点に反対派が異議を申し立てているためである。アメリカ合衆国側では、パパゴの本来の居住地である、そのラサバクにリザベーション、保留地が設けられている。パホノーイコール、オダムネーションと呼ばれる保留地は4つの、 さらに細かく言うと11の区域に分かれ、その領域はアリゾナ州のピマ郡、ピナル郡、マリコパ郡にまたがる。主要な保留地はトゥーソンからアホの間に広がり、中心的な町はセルズである。他にトゥーソン南西部にあるサンジェービア保留地、ヒラベンド近郊にあるサンルーシー保留地、フローレンス近郊のフローレンス保留地があるが、主要な保留地からは隔たっており、 直接の往来はできない。総面積は1 1 5 3 4 0 1に、軽平方メートルで、アメリカ合衆国内では、ナバホ族のそれに次ぐ広さである。人口は17,87人。CDP は、チュイチュ、ピシネボ、サンタローザ、セルズ、トパワ。以下は、各区域の情報で、人口は2000年の国勢調査による。パホノーイコール。 オダムネーションの領域は、ソノラ砂漠だけでなく、バボキバリ山地にも及ぶ。ここには、パパゴの聖地である、バボキバリ山があるが、その一部は、議会の圧力により半ば強制的に、1950年代から1エーカーあたり25セントで、キットピーク国立天文台と、その観測施設のために貸し出されている。太陽地の一部は、頂上の直下、 パパゴの精霊イートイの庭とされる領域であり、2005年には、ネーションが、米国科学財団を相手取って、さらなるガンマ線検出機の建設中止を求める、訴訟を起こしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。